アークロイヤル参上だ。私はロイヤルネイビー初の空母として設計建造された艦であり、後継型の妹たちのプロトタイプでもある。今でも光栄に思っているぞ。ビスマルクとの戦いの戦果についてくどく説明しなくてもいいだろう。それと一つだけ聞きたい。艦隊にはその小さくて可愛くて駆逐艦の妹たちがいるか。アークロイヤルが参ったぞ。いつでも命令してくれ。戦闘には自信があるんだ。ビスマルクの火事だって壊したんだからな。カッカ、準備は整ったぞ。いつでも命令してくれ。戦闘には自信があるんだ。アークロイヤル、いつでも観閲を待っているぞ。考え事か？じゃあ邪魔はしないよ。何かあったら呼んでくれ。あの駆逐艦たちを私の部屋に呼んでいいか？プレゼントを渡したいんだ。これは何？ああ、かわいい、あれ、カッカ、いつの間に来てたんだ？カッカの温かく力強い手が私に力を与えてくれるんだ。ちょっと、カッカ、やめろ。なぜこんなこと。カッカ、任務遂行は軍人の責務だってこと忘れるなよ。カッカ、ボーナスをほったらかすことは任務への軽視とみなされるぞ。メールの内容を読み上げさせてもらおうか。次は休憩時間かな。では、駆逐艦の妹たちの世話に行かせてもらおう。カッカ、完了した委託がある。駆逐艦が出ているものなら、向かいを私に任せてほしい。うわあ！駆逐艦たちよ！この私が守ってやるぞ！ふーん、あんたたちが？ソードフィッシュ中隊、出撃の準備は？方向を見失った敵は必ず負ける。畜生、はめられた。さて、ご退場願おうか。駆逐艦を抱っこさせてもらえたら。やはり指揮官じゃ駆逐艦とは比べられないか。あらかじめ言っておくが、駆逐艦の子たちにはなんというか、その発情じゃなくて愛しく思ってるが、マナーに従って自重してるわけだ。決して、犯罪ではないぞ。閣下に軍事法廷に送られると思っていたが、受け入れられてよかった。恥じることじゃない、だと？閣下、このアークロイヤル、一生ついていきます！まったく、閣下も駆逐艦の子たちと同じサイズだったら、こうも恥じらったりはしないもの。こういうの、あの子たちには平気なのに、閣下には。もう少し閣下の近くにいたら、駆逐艦の妹たちとも、もっとスキンシップができたり、もちろん、こういうのは私と閣下の合意の上です。私は大丈夫だ。どうだ閣下。
この艦隊にいる駆逐艦の妹たちは、今後私に任せてくれ。誰が来ようが、私と指揮官の妹たちは、一人たりとも傷つけはさせん。私がこのような格好をする日が来るとは。閣下の幸せも、駆逐艦の妹たちの幸せも、これからは、この私が守る。偽装銃を手にするのは、この神聖な一国を守るためだ。この私の手料理でもどうだ？メイド隊に修行に付き合ってもらったから、多分問題ないはずだ。閣下、メールを読み上げさせてくれ。休憩時間ということだな。閣下、私と一緒に駆逐艦の妹たちの様子を見に行かないか？閣下、準備は整ったぞ。もちろん戦闘のことだ。さあ、ロイヤル攻撃空母の力を敵に見せてやろう。閣下、駆逐艦の妹たちを。ああ、一緒に守ろう。私たちがいる限り、誰にも傷つけさせやしない。考え事か？ああ、閣下と艦隊のことを考えていたんだ。駆逐艦の妹たちをこの執務室に呼んできてほしい、だと？閣下、この任務はぜひこのアークロイヤルに。グロリアス、アカスタとアーデントに勧める服は。こうしよう。次からは気をつけた方がいいぞ。よし、あの潜水艦の子はいないな。まったく、人の部屋を鬼ごっこに使うとは、一体どういうことだ。閣下、ここではダメだぞ。フルマー隊、ソードフィッシュ隊、発進準備だ。閣下の指揮があってこそ、私たちは全力を発揮できた。つまり、勝てたのは当然ということだ。閣下と親密な関係になったからには、駆逐艦の妹たちとも親密な関係になったと言えるよな。もちろん、閣下のことは一番だぞ。アークロイヤル、回収完了。これで閣下も、仲間も、もちろん駆逐艦の子たちも、この私が絶対守ってみせる。閣下、待っていたぞ。任務は何でも任せてくれ。誰しも失いたくない、大切なものを持っている。閣下の大切なものを、私も一緒に守らせてくれないか？うん、ソードフィッシュ中隊は今日はいい調子だな。フルマー中隊もだ。空母を護衛するのが駆逐艦の子たちの仕事とはいえ、逆じゃダメという規定はないはずだ。そうだろ、閣下。身近なものを守るために、常に遠くを見据える必要がある。閣下ならできると信じているぞ。閣下が応援してくれるなら、気兼ねなく戦えるってものだ。
か？ちょっと、何やってるんだ？カッカ？カッカ、ちょっと駆逐艦の子たちを見てくる。すぐ戻る。夏、砂浜、駆逐そうだ、海を楽しむのもいいが、敵を駆逐するのも忘れるでないぞ。カッカ、このアークロイヤル、水着姿でも準備万端だ。夏か。カッカは夏が好きか？私は好きだぞ。駆逐艦の妹たちだけで砂浜で遊ぶのは危険だな。時間帯を設け、集中して遊んでもらえるように愚心する。カッカ、実は砂浜で遊ぶ遊具を購入したが、いまいち使い方がわからないのだ。語学のために駆逐艦の妹たちのところへ教えてもらいに行っても大丈夫だろうか？カッカ、どうしてこっちを？黙っていれば美人なのにだと？ありがとう。趣味がちょっと変わっているかもしれないが、秘書官としては自信があるんだぞ。仕事はぜひ私に任せてくれ。水着姿で泳いでいる駆逐艦がどこだ？カッカ、からかわないでくれ。パーティーでは警戒心が緩みやすい。今夜の宴会はこのアークロイヤルが守る。カッカ、今のところ会場の様子に異常はない。撮った写真を見たいのか？では安心してくれ。撮った写真は宴会の後でしっかり渡させてもらおう。このカメラは基本突発的な状況の記録に使用するが、まあ宴会における素晴らしい瞬間も撮らせていただこう。カッカ、寒いならこのコートを貸そうか？宴会は騒がしいのが常だが、中にいる駆逐艦の妹たちの安全を守るのは私の義務だ。私のことは気にするな。皆がパーティーの熱気に包まれているからこそ、誰かが冷静でいなければならないんだ。私とダンスを？待て、カカ、これはこう、いくらなんでもおかしくないか？おお、いいぞ、完璧だ。今のは、そうだ、今のは定時記録だ。おかしな写真でもなんでもないぞ。攪乱者の駆逐を開始する。カッカ、明けましておめでとう。ああ、
別に狩りに出るのではなく、お正月の母校の見回りをしているんだ。もちろん私から手を挙げてやらせてもらったんだぞ。心温まる場所、風景、思わず守りたくなるな。閣下、違うか？この銃は礼砲用にも使われる。今度の宴会の時にはしっかり鳴らさせてもらうぞ。獣王風の衣装を身にまとった駆逐艦の妹たち、考えているだけで嬉しい気分だ。お正月最高だ。お正月の行事、閣下が気になりそうなものは全部メモしてある。確認したいものがあったらいつでも聞いてくれ。お呼びとあらば即参上。母校のお正月を守る私、アークロイヤルがそう誓ったのだ。閣下はこれを撃ってみたいのか？あ、反動だけは気をつけた方がいいぞ。襟元が乱れている。すまん、感謝する。って、ここではないぞ。ここの駆逐じゃなく艦隊のみんなを守れることは私にとって一番のニューイヤープレゼントだ。妹たちは今後私に任せてくれ。誰が来ようが私と指揮官の妹たちは一人たりとも傷つけはさせん。